吉田さんは、はい、今年の阪神は今年のな、阪神はな、まあ、高山はもういいし、足の野球やな、島田海里、これも足速いですよ、上武大学、お父さんは旧三大のね、陸上部やった、足の速い、バッティングは後半、ようやったな、かなりいけるで、あと熊谷もいいしな、足の速い選手で、野村監督の頃の F1 セブンやな、まあ、カープでいうと、昔の職人の今井ジョージな、足のスペシャリストを集めて、開封時やな。ホークスの開封時もういきなり日本シリーズ行くんすか、交流戦、まず交流戦やろ早いんや早いんやな、来たかえなくとちゃうな、えなくとちゃうでえなくとか、和田豊か、池内豊か、高木豊かやな、あんたあんたそうやろ同じ山口ちゃんと今村豊かも頑張ってんねん、協定な、頑張ってるで、もうよろしく頼むでおちょっとね、キャンプ食事少なめやいつもなおい昨日少なめな少なめご飯少なめって少なめ弱い言ったんです昨日おかわり少なめ弱い食べた吉田秀夫さん少なめ弱い食べていっぱいにしてくれって昨日さんがいっぱいにしてくれよ弱いどんぶりいっぱいでやんかどんぶり少なめな少なめって本当の話です本当ですグルメキャンプででも吉田さんらしいねそれ面白いですねでも僕吉田さんの、山田に当たれっていう解説ああ面白かったですねそう山田に当たれってあったのいやあったんですよ山田ってのキャッチャーの山田そうですねキャッチャーの山田さん山田捕手がちょっと打率悪い時に、うん、暗黒時代ですよね、うん、ちょっとよけったんですよねボールね、うん、その時に吉田さんが言ったら当たれ吉田さんできそうは、はいまあ、皆さん考えてるよりもイケイケの監督なんですよね、はあ、そうですかすんごい強いから、うん、引かないから強くないと、うん、やっぱいろいろあった時いやだから人のね守り方のその考え方ってのが85年の優勝につながってるよ守っちゃだろ攻撃しなさいって守ってる時、まあ、あの時は打ちましたね打った打ったし日本シリーズ行って今日じゃないかあるけど、はい、日本シリーズ行った時に西武の広岡監督が阪神の大きな誤算はもっと守りがダメなチームだと思ったんですで意外にバウスも正面守れっからいやみんな下手じゃない下手じゃない、ね、下手じゃないじゃない武井さんは若い時に吉田翔さんの時にもうロッカー3人つけたって言ってましたね一箱ずつだよ。ロッカーが疲れちゃって。サードを任せられるためにはやっぱりロック徹底的にやったってことです。いやそれとね吉田さんがねペッパーやるだろう。まだ最初の監督のでまだ若いじゃない。一緒にこうやってくれるわけ。まあすごいから。うまい。こうやって本当こんなにでもボール投げてるから。いや今もう伝説みたいな話になってるじゃないですかいやでもほんとこんな感じでボール投げるからね当てるだけ当てるんだけどボールはちゃんと死んでるパーンと当てに行くんだけど当てるんだけどこうじゃきしんでポッと出すんだよねだからすごく綺麗に右手にポンと入るんだよなパーンっていかないからふっとこう真似してました真似しちゃってこう歌こうやってこうやって投げたこうだもんね、ハリウッド行けこうじゃないもん、吉田さんは広岡さんの試験の人、広岡さんの試験でこういうタイプだろ吉田さんはこうだからいや、だからセカンド鎌田さんでないと通用しなかったみたいですねだからオールスター戦の時に吉田さんが他球団のセカンドだったら全然できないっつって青田昇さんが言ってましたあ、そうですか鎌田さんでないともうできないんですよいや、ちょっとね俺現役の時の吉田さんプレー見たかったよあんな監督になってもう映像もないですもんねタッチなんてすごいぞホントにセカンドベースのタッチもやっぱうまかったいやうまいでも迫力あるし本当にやっぱりボールを攻めて取るんだなっていうのが分かる取り方するまだ9時なんかまだまだやな
9時なんかまだまだやで、今の賭けの言葉よく聞いとってくれ、ここな練習らしいやで、ここ賭けの言葉見とけあれな、柔らかいね、柔らかい、なんか鎌田遠い頃一塁入るの遅いからな、一回鎌田通してから投げても楽々アウトやな、あショートゴロで楽々アウトやで、楽々テレフォンやポッポッポッと決めるんやで、ね、なんか秋キャンプに広岡さんが臨時コーチでそういらっしゃって、みんななんか中谷選手とみんなこう広岡さんの一歩下がって、広岡さんちょっとこうだからね、戸惑うんだよね。それで次の日吉田芳雄さん入られた時、こうやっていきなさいって吉田芳雄さん入られた時、広岡さんもお帰りになられたんですよ。そしたらあの吉田さんがもうグラウンド入られて、広岡が何を教えたか知らんけどな、ボールかぶせてる、前にかぶせるかぶせるかぶせる、前にかぶせるよ、前にかぶせる、なんかこう前にかぶせる感じや、前に前こういう感じだよね、映ってましたね。やっぱりバッティングはいろんな理論があっても、守備ってそんなにないと思うじゃないですか。でもやっぱ違いますよね、吉田さんだからここでプレーするよね、全部こういうところ、窓をこんな吹くような感じで、吉田さんの守備ですよ、うん、すごい、だから手が動くんだろう、こう手がける感じだもん、尻もちつくまでインコース行くから、やっぱりベンチからも信じて、本当に来るんだね。野茂が清原にフォークは投げなかった、投げなかった、そう、それでダルビッシュはアメリカに行く決意したらしいよ。そしたら敬遠だ、怒ってるよお前が、あの時の敬遠のボールがもう一番早く感じたよ、